選挙ポスターコンラート・アデナワーとビリー・ブラントが描かれている1961年ドイツ連邦議会選挙はドイツ連邦共和国の会員に相当する連邦議会の議員を選出するため1961年9月に行われた選挙である。当時にシベルリン市長であったビリー・ブラントが社会民主党の首相候補となった。 西ドイツの連邦議会選挙では事前に選挙後の首相指名投票で誰に投票するか明らかにするために首相候補を明示するが野党の社会民主党はエイリッヒオレンハワー党首が事前に首相候補になることを辞退したため当時西ベルリン市長であったビリー・ブラントが社会民主党の首相候補となったコンラート・アデナウアーに敗れたビリー・ブラントは3年後の1964年に 社会民主党党首となり、1965年は党首で首相候補として連邦議会選挙に臨んで、ルートビヒア・ハルトに再び敗れた。そして1969年連邦議会選挙で社会民主党は第2党であったが、第3党の自由民主党と連立を組んで、第4代首相に就任した。各党の議席比率。 内側は前回議席で赤色がスピード、黄色が FDP、黒色がセディ、CS。ありがとうございます。